まくったでしょうか。あんまりちょっと時間かけるとギャラリーも冷めちゃうんで、まあ、パパに見合いませんか。はい、それでは止まったようですね。¡Gracias!
ラゲレンメテオではなく笑いの操作ミスターの事故でした。セコゲーには変わらなかった。さあこれで私に敵が残るプレイヤーとなりました。さあ当然からリチュールが登場。さあレインはしかし役目を解けたと言いましょう。先ほどのまあかけらなくならないのを一般見て分かるとアイスクライマーが何人なくなることがあります。レインもそうですね、先頭ならワンチャンそうなんですが終点だとだいぶやっぱり弱飛びだそうです。
私の目は死んでいない。ああ逆にここで私が関東逆転したら超かっこいい。プラスに中ではキューピーが最高の店は用意してくれたとも言える。まずはプラスに考えたい。そしてこのカードデラックスからの因縁カード、レインバーサスバッティ。まさかキューピーがやられていまして私のカードを見れるとは思いませんでした。スマブラ界隈は有名なんですけど、このプレイ、この2人のプレイヤーは関東開催でいつもそうですね、ライバルされているプレイヤーですね。どちらも日本トップクラスのプレイヤーで、特にまたそれにどっちが強いかよく言われるかもですけど、一番そうですね、視聴者の稼げる人材だと思います。ちなみに過去の大会ではレヴィッツさんが結構一本のところで私に頼まないというケースが多いのですが、今回この流れではレヴィッツさん、まさかのこのチームを参加に向かうまであっちゃう。最近この大会結果パッとしなかったけど、しかし今私もここ最近の関西の大会では連覇してます。まだまだわからない。この男なら何とかしてくれる。ちなみに遅すぎてるでしょう。
ゃあそれではちょっとこのねインタビューをしたいと思います。じゃあまずは2位のマサシチームナンバー1チームから、そうだ、野生ポジション対象の人にコメントいただきましょうか。あ、じゃあ先ほど前にしてください。次もし組む時があったら、まあ、僕は全部任せて優勝しようかな。まあ任せてください。ありがとうございました。そうですね、はい、自分の悔しさを認めつつも、そうですね、前に進むというコメントを一生で出してくれました。さあ、ユミさん、まあ、悔しい気持ちでいっぱいでしょうか。コメントお願いします。今回は、まあ、修行不足でした。狙ってみますということで、それでは切り替わって、1月の、22日の土曜日第5回スマート X を大阪の住友駅の付近の、大東市民会館にて開催します。まあ、こちらの方もシングルの大会で盛り上がっているので皆さんぜひ遊びに来てください。まあ、今回マナシ頑張られるチームを含めて、まあ、その楽しかったのでもちょっと、まあ、負けたとなんて残念でいらっしゃるんです。ありがとうございました。まあ、しっかり宣伝をするあたりが、がめついキュウリさんでしたが、やはりそうですね、ワルドワイクから負けだったらやはり悔しいですよね。じゃあ、それでは最後に対象のまさしさん、お願いします。締めてください。まあ、この頑張らないと、キュウリさんと組めたのは、まあ、関西で最強のチームだと思ってたし、優勝を狙うまんまだったんですけど、ちょっと、レインさんが強すぎて、負けてしまいました。まあ次こういう 3-on-3 で2人と組むことがあればまた組んで、まあ、関東と海外のぶつけしたいと思います。海外を入れなかった世界のマサさんですね。まあ SRT でも海外のジョージが来るという噂があるので、ここがちょっとレインさんの手腕にかかってるんでしょうか。水キングとか呼んでくださいよ。はい、それではじゃあ優勝チームのレイン、ニエトのブギーチーム、ちょっとネタの出番がなかったけど、まあちょっとレインさんが空気を読む三択しちゃったけど、じゃあまずはブギーさんからでもよろしいですか。大丈夫ですか。でも一番応援してて盛り上げてたのはブギーさんなんで、その辺の感想も聞かせてください。お願いします。まあ俺の相手がいなかったっていう。まあね、関東がね、一番強いっていうことね。ブギーさんらしい、ごめんなさい、ありがとうございます。さあ、ニエトロさんではお願いします。ああああ、まあ、優勝できたのはレインさんのおかげなんで、はい、レインさんが強すぎました。はい、で、あと俺を使った竹則って名前は本名じゃなくて、スマブラ界にいるビビってやつの本名なんですよ。はい、はい、じゃあ、はい、ありがとうございました。僕竹森って言ったら絶対スラムダンクの赤木竹森絶対僕だけじゃないですよね。ゴリですよね、絶対竹森って言ったら。別にビビさんとゴリが同じだとか知らんですけど。というわけで、前村のバトルありがとうございました。じゃあ優勝を決めてくれたレインさん、じゃあちょっと頭らしくたっぷりに一言にしてみてもらいましょう。はい、なんか今回決勝、あの準決勝が自滅しちゃってたんで、それでなんかニエトさんに迷惑かけたんで、今回ニエトさん次めっちゃ増えたんで、決勝でなんか、調子良かったんで、それで良かったです。まあ、マサさんとまた結構今まで戦ってたんですけど、初めて勝ったんで、結構嬉しかったんですよね。え、まあ、まあ、さすがに。で、あと、一応、僕、SRT の主催者なんで、SRT っていうのは何かって言いますと、サンライズトーナメント、略して SRT って呼んでいます。
どういう大会かと言いますと、関東で、世界の上位プレイヤーを招待して、賞金を出す大会を開きたいと思っています。一応規模は250人規模を想定してますが、まあ、揃うかは分かんないですけど、一応その人数でやりたいと思っています。一応参加者に M2K とかありで、その辺の有名プレイヤーも来る予定になってますので、ぜひ参加お願いします。一応日にちとしては4月2日と4月3日、一応お互い5戦で3日は決勝トーナメントになってします。で、あと2月11日に関東で SRT のリハーサルがありますので、もう少ししたら募集すると思いますので、ぜひ参加お願いします。以上です。全然近くて、僕が最後なんかかっこいいと思う。じゃあマサイさん、今度はシングルの決勝で当たりましょう。はい、当たりましょう。ライバルにエールを送りつつ締めるレイン、かっこいい。まあ、今まで結構関西関東の構図で関西が軍配を下ることがあったんですが、ついに関東が下しましたね。まあ、これでしばらく関西がリベンジするまでは関西最強説を歌っていいんじゃないでしょうか。まあ、とりあえず関東でやられました。関東最強、失礼しました。まあ、関東で皆さんおめでとうございます。というかレインさん、レイドさん、ブギーさんおめでとうございます。もう一度だけ皆さん拍手をお願いします。これで今日のイベントは全て終わりなのですが、一応ここの大会時間は8時ということになってるんですけど、まあ、片付けの時間制度少し早めにしますが、それまでは一応遊んでていいんですけど、今何時だ。6時40分か、どうしようか。田村さん、その辺は先ほど絵を任せる。じゃあですね、7時そうだな、まあ1時半からお片付けを開始ということで、一応それまではフリー OK ということにします。なので、全部テレビつけてもらっていいんで、勝手にフリーやって OK です。まあ、ちなみに前のテレビは、そのまま、放送する？放送するかな。使っていただいていいんで、まあ、対戦したかと思ってください。また7時半、例えましたらアナウンスしますので、それ